はい、それでは始めさせていただきます。皆様こんにちは、これよりカルチャージャパンのフォーラム、今やるべきカビ対策、期間のカビ対策は大丈夫ですかを始めさせていただきます。私はカルチャージャパンの新田と申します。よろしくお願いいたします。この度は、カルチャージャパンのフォーラムにお越しいただきまして誠にありがとうございます。短い時間ではございますが、皆様により良いご提案ができますよう頑張ってお送りしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。なお、フォーラム中に質問等がございましたらチャット欄にご記入いただけたら幸いです。まず、ちょっとカルチャージャパンのフォーラムということで、まずカルチャージャパンについて少しお話をさせていただきます。新人さんって呼んでる世界なので、もしかして、会社概要はこのようになっております。設立は昭和59年1984年9月11日、本社は、東京都新宿区四谷坂町10-10にございます。実際どんな作業をされている、会社なのかといいますと、業務内容といたしまして、まず書籍の保管業務、図書館の書庫に入りきらなくなってしまった本や、図書館の改修工事などの一時保管を、温湿度の管理された倉庫で水筒も含めましてご対応させていただいております。水筒は1冊から対応しておりまして、当日の15時までにオーダーをいただけたら、翌日の午前中には、図書館様にお届けできるサービスとなっております。収蔵庫は先ほど会社概要にもございましたが、お客様のニーズに合わせて、協力会社の倉庫がございます。主に横浜の山下、兵庫県神戸市、千葉県印西市、群馬県高崎市など数多く取り揃えてございます。その他、全国各地で倉庫を探すことも可能ですので、全国各地ご対応可能でございます。そして本の引っ越し、本のキャンパス移動、フロア移動、そして研究室の引っ越しなど、梱包から配下までを全てを受け負わせていただいております。そして除菌業務、そして抗菌業務、そして何より今皆様がご覧いただいております図書館総合店の企画運営を行っております。引き続き図書館総合店オンラインプラスをお楽しみください。そして今日カルチャージャパンからのご提案はこちらです。お問い合わせを多数いただいております。図書館に特化した除菌システム、私たちはリースと呼んでるんですが、ライブラリーインバイロメントインプルーブメントシステムということで、まずお問い合わせをいただいている内容を少しまとめさせていただきました。こちらになるんですが、すでに一部書籍にカビが発生している、本来書家ではない場所、水回りの近くなどに本を保管している、別地書家にしばらく行っていないが環境は心配なんでしょうね、で以前に館内の空調が故障していたことがある、空調の風が書家書籍に直接当たっている、その他カビに対して恐怖感があるなど一つでも心当たりがありましたらこのフォーラムは必見です。実際に今日発表するのはこちらになります。除菌とはどんな時にするのか、実際にどのような作業をするのか、作業ではどのような薬剤を使うのか、その薬剤はどのような効果が得られるのか、除菌作業はしたが再発を防ぐためにはどうしたらいいのか、カビ菌によるカビの発生を防御、カビによるカビ臭の除去、貴重な蔵書をカビ菌から守るお手伝いをカルチャージャパンが行います。はい、ここで本題に移らさせていただきます。まず、除湿機メーカーから見たカビ発生条件ということで、PS 工業井垣さんよりお話しいただきます。それでは井垣さん、よろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました PS 工業の井垣と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では、早速ですが画面の方を共有させていただきます。皆様画面の方は切り替わりましたでしょうか。ありがとうございます。私ども PS 工業は業務用の除湿機、そして加湿器、風のない冷暖房を扱っている温度と湿度の専門企業になります。本日は最初に私の方からカビの発生条件についてご紹介をさせていただきます。まず初めに皆様にご理解いただきたいのが、カビと湿度というものは非常に密接に関係しております。
画面に映っておりますグラフは、仮の発育条件と気候図のグラフになります。縦軸は気温、横軸は湿度です。今、水色に色がつきました範囲、こちらが乾性カビの発育範囲、いわゆる書庫なんかで発生するカビがこのエリア内だと発生しますよというものです。青く色づいたところ、湿性カビの発育範囲、これはより湿度の高いところ、例えばお風呂場なんかで発生するようなカビのことを湿性カビと言います。で、このグラフというのがですね、仮にこの東京の月ごとの温湿度の関係性をグラフに、作図しているというようなものになります。このグラフで見ていくと、気温は20度、そして湿度 70% 以上を超えてくると、この乾性カビが発生しやすい季節になりますよと。で、東京の場合は、それが5月半ばから9月半ばぐらいまでの期間になりますよということがわかります。もう一つご注意いただきたいのが、カビの発生のしやすさだけでなくって、カビがどれだけ成長するかというところも湿度によって変わってきます。カビの菌糸と湿度変化による身長、これは言い換えるとカビがどれだけ成長するかと言い換えていただいて構いません。空気温度25度の時のグラフになります。縦軸が菌糸の身長、横軸が経過時間です。相対湿度 100% や 90% の時は、時間経過とともにこの菌糸も急激に成長しやすくなっています。これが 85% にまで下がってもそんなに変わりません。 75% ぐらいまで湿度が下がってくるとある程度緩やかにはなりますが、まだまだ成長しやすい環境といえます。これを 66% から 55% ぐらいまで下げてあげると、急激に菌糸というものは成長しにくくなります。この線の動きは湿度 66% でも 55% でも同じ動きを行います。これらのことから、書庫内のカビを防ぐという観点では、だいたい 60% から 50% ぐらいまで湿度を下げましょうというところを目標にすることが多いです。では湿度だけ気をつけていればカビは発生しないのかと言いますと、そんなことはなくて、カビの要因には大きく3つございます。1つが養分、そして1つが水分、1つが空気の停滞です。1つ目の養分について、カビというのは有機物を餌にして発生します。有機物何かというと、ホコリだったりとか皮脂だったりとかが溜まっているとカビは発生しやすくなります。2つ目が水分、これは先ほどまでお話をしていた湿気、湿度ですね。湿度が高いとカビも当然発生しやすくなります。そして空気の停滞、養分と水分を含んだ空気がある一ところにとどまってしまうと、そこでカビが発生します。この3つの要素が揃うとカビというものは発生しやすくなってしまいます。ではそれを防ぐためにはどうしたらいいかというところで、まず1つはカビの養分を残さないということ、そして空気の停滞を防ぐということ、そして高湿度状態を防ぐというところ。この3つを気をつけていただくと、カビの成長を防ぐ一助になります。で、このカビの養分を残さないというところに関しては、例えば外気の取り入れ方を工夫したりだとか、あるいは空気清浄機を入れられたりだとか、さまざまなやり方があるかと思うんですけれども、ちょっと私どもの方からすると、ちょっと専門外になってしまいますので、1番については本日は割愛させていただきます。2番目と3番目、空気の停滞を防ぐというところと、高湿度状態を防ぐというところに関して、本日はご紹介させていただきます。まず、空気の停滞を防ぐというところで、今画面に映っておりますイラストは書庫内のイメージ画像になります。書庫って結構天井高が高いような書庫も多いかと思うんですが、実はこういった天井の高い書庫というのは上下で温度差が生じやすくなっています。なぜかと言いますと、暖かい空気は上に、冷たい空気は下に溜まりやすいという習性がございまして、
で、また室温によって温度によって相対湿度のパーセンテージというものも変化してしまうんですね。なのでこういった天井高の高い室内だと上と下とで、室温が均一でないので湿度も均一にならないということが多く見受けられます。またもう一つ、ご注意いただきたいのが、天井のこの真ん中に映っているのが、エアコンのイメージなんですが、エアコンの冷風が当たる場所というものは非常に結露しやすいです。そして初夏と壁の隙間というのは空気が停滞しやすいですので湿度がたまりやすいという問題がございます。ではこういった空間ではどうしたらいいのかというところで、室内に空気の流れを作るということが非常に重要になってきます。今イラストとして出てきたようにサーキュレーターなどを使っていただくのがよろしいかと思います。まとめますと、空気の停滞する場所はサーキュレーターなどを使って空気を動かしていただく。そして、2つ目の項目については、移動棚の使用によっても異なるかと思うんですが、移動棚については可能であれば隙間を空けて、置いていただくようにしていただくと、空気の停滞というものはある程度防ぎやすくなります。次に硬室状態を防ぐというところについてお話しさせていただきます。硬室状態を防ぐ、これはいくつか方法があります。熱を使って下げる、風で吹き飛ばす、吸湿させる、結露させる。言葉だけだとなかなかイメージしづらいかと思うんですが、例えば熱を使って下げるですと、ドライヤーなんかは暖かい熱風が吹いて乾きやすくなりますよね。あるいは風で吹き飛ばすというと、公共のお手洗いなんかでジェットタオルってあるかと思うんですけれども、ああいったものも風で吹き飛ばしている。吸湿させるというと、例えばスーパーなんかで売っているような吸湿剤、除湿剤なんかはこの方法になりますね。そして結露させる、皆さんイメージされやすいのはエアコンかなと思うんですが、エアコンで結露させて除湿させる。それぞれ湿度の下がり方というものは異なっています。で、先ほどエアコンのお話を少ししましたが、実はエアコンでは除湿はできるんですけれども、除湿の管理はできないというところをまず念頭に置いていただけるとよろしいかと思います。今画面に映っていますグラフは、とある美術館の温度と湿度のまとめたグラフになります。青い線が湿度、黒い線が温度を表しています。ここの美術館はエアコンで除湿管理をしようと試みた、美術館になります。見ていると青い線が急激に下がっている、湿度が急激に下がっている時間帯がありますね。でもすぐに湿度が上がってしまうんです。これには理由がありまして、エアコンを動かしている間はもちろん除湿するんですけれども、室温がある程度下がってきてエアコンが止まってしまうと、今度はエアコンのフィンの方にですね、結露が残っていることがありまして、そこから送風することで加湿をされてしまうということがよく起こります。なので、エアコンで除湿しているはずなんですけど、加湿されてしまう。そして、エアコンというものはもともと空気温度を下げるために、室温を下げるために運転をさせるものでございますので、そもそも気温が低い時期、5月、6月ぐらいの梅雨時期でしたりとか、あるいは雨が降っている日というものはそもそもエアコンが働かないことがあります。これらのことからエアコンで除湿を管理するということはなかなか向いていないということが言えます。なので弊社 PS としては初歩用の除湿機というものをご提案させていただいております。画面の右側に映っているのが製品になるんですけれども、こちらはですね、現場の方で排水配管を取りますので、排水の手間は不要なものになります。そして、湿度センサーも付属してきますので、自動で除湿管理することができます。湿度が高いときは除湿して、湿度が下がってくると除湿をやめると。ある程度の範囲内で湿度を安定させることが可能になります。そしてこちらはもともと除湿機という製品でございますので、外気が涼しいとき、
まあ、一番除湿が必要な梅雨時期なんかでもしっかりと除湿することができます。また優れた耐久性を持っておりまして、だいたい10年から15年ぐらいで更新というような形になります。もう一つ本日新たなご提案としてご紹介をしたいことがあります。熱を使って壁を乾かすというふうなタイトルにしました。最初のお話でですね、例えば東京の場合は5月の半ばから9月の半ばがカビが発生しやすい時期ですよというお話をしました。ただ実はそれ以外の季節でもカビが発生するケースがあるんですね。それはどういう時かと言いますと、何らかの理由で書庫内の壁が結露してしまっている時です。結露が生じますとそこには当然水分が溜まりますので、そこでカビが発生してしまうというケースがあります。でそういった時の、まあ、対処法として、まあ、一つのアイデアなんですけれども、壁を少し温めることで壁を乾かしませんかというような考え方です。こちら左側の写真の白い壁のようなもの、実はこれ弊社の暖房なんですけれども、これを、書庫内の壁に設置をする、まあ、暖房と言いつつもそんなにものすごく温める必要はありません。壁が結露しないぐらい、人肌よりも冷たい30度ぐらいのお水を中に通してあげることで壁の結露を防ぐというような、そういった考え方も可能です。さて、最初本日は、カビの発生の仕方についてご紹介をさせていただきました。私伊垣の方からは以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。はい、伊垣さんありがとうございました。続きまして、除菌剤フォーダッシュ BV4 製品について、株式会社無菌研木田さんよりお話しいただきます。それでは木田さんよろしくお願いいたします。聞こえますか。私株式会社無菌研の日田と申します。私の方からですね、今図書館のいわゆる防カビ施工で使用していただいたり、また図書館様や、文化財保存施設様から、お求め ご購入いただきまして使用していただいております防カビ剤について、製造メーカーの立場から説明をさせていただきます。フォーダッシュの概要書を共有させていただきますので皆さんご覧ください。ご覧いただけてますでしょうか。この、財のですね、説明に入る前にですね、少しばかり会社の紹介をさせていただきます。社名を株式会社無菌研と申しまして、まあ、変わった名前なんですけれども、この社名由来はですね、日本無菌研究所からつけたものでございまして、世の中にある、害を、病原菌になったりとか、その病気の元になるようなウイルスとか菌をなんとか根絶させてしまおうというふうな大きな目的を持って、作ったような会社でございます。業種としましては、一つはもう化学品の製造卸しということで、除菌除ウイルス剤を製造販売しております。製品名としてはこの BV4 というものがありますけれども、これは原材料として医薬品メーカーさんや化学品メーカーさんに提供させていただいているものです。で、製品として今、そういった図書館とかでご使用していただいているものは、フォーダッシュという製品名でありまして、これはこの BV4 原材料を 0.5% 水溶液にした、希釈した製品となります。取引先は医薬品メーカーさん、化学品メーカーさんには原材料の提供。で、代理店各社にはこの製品としてフォーダッシュを販売、卸していると。いうようなことでございます。業種2としまして、防除カビの、施工、これカルチャーさんとともにさせていただいておりますけれども、
我々のこのフォーダッシュという財を使って、文化財保存施設など、まあ、図書館はじめですね、文化財保存施設などの浄化火除菌作業ということで、施工業務をさせていただいている会社であります。一応まあ資格としましては文化財の IPM コーディネーターと文化財中金が防除作業主任者の資格を持って施工に当たっております。それでは財のフォーダッシュについて説明を申し上げます。これちょっと飛んだな、あれ、このフォーダッシュというのはですね、もともとの開発経緯はですね、今まあ大変まあコロナ禍ということで、まあコロナウイルス、新型コロナウイルスがまあ世界中に蔓延して、まあパンデミックが起きてしまったんですけれども、十数年前はですね、鳥インフルエンザというのが中国で発生してですね、その鳥インフルエンザが人に感染した場合は致死量がもう4割以上になるんじゃないかというようなことが言われていた時期があったかと思います。でその鳥インフルエンザ対策ということをまあ目標にですね、一応開発をしたような材でございまして、ですので、ただ単にそこにある消毒ということじゃなくてですね、人とか家畜とか、あるいはペットなんかいるところでも使用できる、まあ、安全性がとにかく高いもので効果があるものということを目的に開発を進めたものでございます。フォーダッシュのこの成分はですね、食品及び食品添加物を、まあ、主な原材料としておりまして、ですね、まあ、非常にまあ安全性が高いものでなります。で取り扱いも非常にしやすいものになりますので、文化財保存施設以外にもですね、病院や学校、食品工場、公共施設などでもご使用していただいているものであります。でこの材はですね、多数の菌やウイルスについて、エビデンス、復活化のデータを持っておりまして、日本では北里環境科学センターとか衛生微生物研究センター、また京都産業大学鳥インフルエンザ研究センターとかで試験を実施してですね、効果は確認しているものであります。このフォーダッシュの効果原理といいますか、作用基準はですね、フォーダッシュは、BV4 という、原材料を 0.5% の水溶液にしたものでありますので、その液剤中にエマルション、いわゆる分散系の粒子、有効成分が粒子となって分散しているというものであります。その粒子がですね、菌やウイルスの表面に接触してウイルスや細菌のですね、膜構造を破壊するというのが作用基準でありまして、よくアルコールとか次亜塩素酸ナトリウムとかも、消毒剤としてご使用されると思うんですけども、少し作用基準が違いまして、アルコールとか次亜塩素酸は、ウイルスの細菌、ウイルスや細菌の膜をですね、溶かして中に材を流し込んで不活化ということですけれども、私の場合はどちらかというと物理的作用で破壊するというような、特殊な構造の粒子の液剤というふうにご理解いただければと思います。ですのでその物理的な作用で菌とかウイルスを破壊しております関係で、いわゆる非常に短時間で効くということですね。接触してもう瞬間的に効果があるということと、それと耐性が作られにくいというふうにご理解いただければと思います。で、このフォーダッシュの安全性についてなんですけども、繰り返しになりまして恐縮でありますけれども、食品添加物で構成されております関係で、人がいるところやペットや、あるいは家畜などのところでも、安心してお使いいただけると
ということと、それと、まあ、あの液性は弱酸性でありまして、非常に、まあ、刺激が少ないためにですね、皮膚などに、いや素肌に直接、まあ、かかっても皮膚を痛めたりとか、そういうことは起こさないと。で、まあ、弱酸性ということで、じゃあ本とか痛める可能性があるんじゃないかというふうにご心配されるかもしれませんけれども、それもまあ試験をしておりまして、本に、紙を長く材につけておりましても酸性化するということはないというようなデータもありますので、安心してご利用いただけると思います。また、衣服や金属類、プラスチック、ゴム製品なども傷めにくいということでありまして、衣服に直接かかって色落ちしたりとか変質したり漂白したりということもありません。また金属腐食を誘発しやすいということもありません。99.5% は水ですので、金属腐食性は水と同等というふうにお考えいただければと思います。次塩素酸ナトリウムのように金属腐食を誘発するということはございません。それと、まあ、管理が非常に容易ということでありまして、フォーダッシュの中にはほんのわずか 0.04% 以下の、まあ、アルコールが含まれておりますが、まあ、わずかですので、消防法上 の危険物には当たらないということと、また PRTR 法や消防法、労働安全衛生法 にも非該当のものであります。次塩素酸などは、まあ、酸との混合で有毒ガスなどが発生するケースがありますけれども、大田市はそういった心配も全くありません。また大田市の場合はですね、まあ、アルコールや次塩素酸の場合は回線すれば揮発が始まりますので、まあ、劣化を起こしていきますけれども、大田市の場合はそういうこともありませんので、まあ、長期間の保存が可能な商品であります。非常に、まあ、管理もしやすいというふうにお考えいただければと思います。それと、まあ、引火性とかそういうものが全くないので、大量に、まあ、空間にも噴霧ができるということですね。安全に、ですので、書庫などで、引火性がありませんので、大量に噴霧していただいても差し支えありませんし、また、書棚など金属腐食を起こすこともありませんので、実際の、まあ、施工では大きな動力コンプレッサーを使って、ガンで大量に首都高に噴霧しているというような状況であります。まあ、安全性についてもいろいろデータは取得しておりますけれども、ここに示しておりますのは、現役での、まあ、安全性のデータなんですね。ですので、フォーダッシュはこれをさらに200倍に水で希釈しておりますものですから、さらに安全性は高いというようなにご理解いただければと思います。この、まあ、急性蛍光毒性とか吸入毒性とかいろいろデータはありますけれども、一番身近なものとして、ご理解いただければと思いますのは、まあ、急性蛍光毒性ですね。まあ、どれぐらい飲んでも大丈夫かと、まあ、致死量といいますか、この数字が大きければ大きいほど、まあ、安全性は高いということなんですけれども、まあ、この数値のは LD50 というものなんですが、これがまあうちの、この4ダッシュ、BV4 の場合は 5000mg 以上ということであります。で、一つ比較対象としました、下にありますように、塩はですね、だいたい LD50 は 3000mg と言われておりますので、まあ、塩よりも安全性が高いというふうにご理解をいただければと思います。これはちょっと今の安全性データの、まあ、言葉の説明ですけれども、これはちょっと飛ばさせていただきます。で、まあ、このフォーダッシュの効果、まあ、菌とかウイルスを不活化するということで、まあ後でご覧いただきますけれども、今は14種類のウイルス、まあ、ノロも含みます。今の、まあ、新型コロナウイルスも含みますけれども、もう、まあ、エビデンスを完備している剤であります。また10種類以上の菌、まあ、特にその中でもですね、非常に、まあ、消毒剤、一般の消毒が効きにくいと言われております蛾胞菌、
まあ、鎧をかぶったような菌なんですけども、蛾胞菌とかですね、真菌、まあ、カビですね、カビに対しても非常に高い不活化効果を発揮します。まあ、これについては後で三愛石油様の方から説明がいただけるかと思いますので、それともう一つ、まあ、期待できますのが、まあ、消臭効果といいますか、匂いの元そのものを分解はしませんけれども、匂いの元の周辺の菌を制圧することによってですね、匂いを立ちにくくするという効果が期待できます。で、ここに、まあ、これまで試験を行ってきたウイルスとか菌の一覧といいますか、表ですけれども、まあ、当初その開発の経緯の中で鳥インフルエンザ対策ということで、まあ、開発したということもありますので、上の方はインフルエンザウイルスが並んでおりますけれども、まあ、ノロウイルス、この中でノロウイルスとかですね、で SARS の、SARS ウイルスで一番下にありますのが今回の新型コロナウイルス、そのものを使った試験で効果も確認している剤でございます。右側の方は菌種の上の方はこれは、まあ、食中毒菌ですね。食中毒を引き起こしたりする菌でありますけれども、これらの菌に対する効果、それとまあ下の方ではですね、真菌、まあ、図書館に入る文化財に入る壁についての、不活化のエビデンスも完備している、効果確認している剤であります。で、このフォーダッシュとですね、まあ、他の、まあ、代表的な消毒剤との比較ということで、ここも、まあ、一覧表にしておりますけれども、まあ、この青い字で書いてありますが、まあ、代表的なものというか、身近にお使いいただいているものではないかと思います。まあ、エタノールとか次亜塩酸ナトリウムでありますけれども、まあ、エタノールはですね、実は抗ウイルス作用は非常に、まあ、それほど強くないと言われておりますので、ノロに対しては効きにくい、ノロウイルスなんかには効きにくいということを皆さんお聞きされたことがあるんではないかと思いますけれども、まあ、カビに対してもですね、エタノールの場合は 70% 以上の高濃度のものじゃないとなかなか効かないというようなことが言われております。で、まあ、このエタノールを多用しますとですね、皆さんもこのコロナ禍でご経験されたんではないかと思いますけども、手の消毒なんかで、多用されますとやっぱ手が荒れてきたりとかいうことを起こしますけれども、まあ起こします。それと、まあ、プラスチックとかゴムなんかにもずっと、長くお使いいただきますと劣化させたりとか、そういうことが起きますけれど、まあ、我々のフォーダッシュはそういうことも一切ないということであります。で、まあ、もう一つ次亜塩酸ナトリウムに関しましては、まあ、お風呂の、まあ、カビ対策なんかでお使いになられることもあるかと思いますけども、やはり一番使われて皆さんよく言われるのは施設を傷めたりするということを言われます。やはり金属腐食を起こしたりですね、やっぱり漂白作用、漂白を起こしてしまったり、例えばカーペットに使用したら、漂白してしまったとかいうふうなことがありますけども、まあ、フォーダッシュに関してはそういうことも一切ないということですね。非常に菌とかウイルスにもよく効くけれども、そういうマイナスの要素が非常に低くて、まあ、安全にご使用いただけるものだということであります。で、まあ、実際フォーダッシュ、まあ、代理店さんを通じていろんなところに、まあ、今販売しておるわけでありますけども、まあ、文化財の保存保管施設のほかにですね、まあ、こういうホテル、旅館、レストラン、居酒屋、これはまあ食中毒対策とかノロウイルス対策で、まあ、皆さん主にご使用いただいているものですね。あと、まあ、ホテルなどは居室の客室のですね、匂い対策なんかで、例えばエアコン の、 吹き出し口の匂い対策などでご使用いただいたり、あるいはゴミ置き場の 生ゴミ臭対策なんかで
ご使用していただいたりということですね。あと、幼稚園とか保育園とか老人施設は、これもやっぱりノロ対策でお使いいただいてます。人の手が触れるところ、手すりやドアノブの消毒とかですね、感染予防でお使いいただいているということです。これまでノロウイルス対策というのでは、次亜塩素酸ナトリウムを使用されてた施設もですね、この放出しに切り替えて、やっぱり施設が傷まないということで、高評価をいただいているようなことであります。あと、ご家庭なんかでお使いになる場合は、水回り、下駄箱の、匂い対策、カビ対策。あと、押し入れとか、クローゼットの、カビ対策とかですね。あとは、お風呂場のカビ対策、風呂掃除した後にシュッと吹きかけていただきますと、カビが生えにくい環境になりますので、そういうふうにご使用していただいたりしております。あとは、今回、紹介をさせていただきます。あとでカルチャーさんの方から施工方法等の説明があるかと思いますけれども、図書館とか文化財の保管施設の方で、ご使用していただいているということであります。ざっと私の方から4ダッシュについて説明は申し上げましたけれども、カビについての効果についてはさらに後で三栄石油様の方からご説明があると思いますので、そちらの方をご参考にしていただければと思います。私の方では以上です。はい、飛田さんありがとうございました。じゃあ続きまして、先ほどご紹介いただきましたが、4-BV4 効果及び製剤の特性についてを、三愛石油株式会社、風見さんよりご説明いただきます。それでは風見さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。資料を共有させていただきますので少々お待ちください。資料を皆さんご覧いただけますでしょうか。先ほどご紹介いただきました三愛石油株式会社の風見と申します。ちょっとですね、主催者であるカラッチャーさんの方からですね、かなり大惜しいタイトルを頂戴したんですが、私の方からはですね、先ほど飛田さんの方からご説明いただいた 4-の効果及び特性ということで、ちょっと角度を変えてですね、我々いわゆる製剤防カビ製剤という形での観点からの、ご説明をさせていただきたいと思いますので、しばらくの間お付き合いいただけますと幸いです。では、始めていただきます。そもそもですね、なぜ三愛石油という石油会社がですね、図書館商号店で、話をしているんだという、多分そこからまず、疑問に思われる方もいると思いますので、私の自己紹介とともにちょっとだけ、簡単にご説明させていただきたいと思います。三愛石油という会社はですね、字の通りですね、エネルギー会関係の商社でして、基本は石油であるとかガスであるとかこういった燃料を売っている会社なんですが、その中の私どもがいる化学品事業というところで化学薬品ですね、こちらありますように販売を、開発製造販売をやっておりまして、私の方はですね、この中のその開発部門研究の方で開発を長くやっているという観点で、カルチャーさん、無菌研さんともいろいろと一緒にお仕事させていただいている縁で、今回このような時間を頂戴したというところでございます。では、次に移らせていただきます。そもそもですね、当然今コロナですので、ウイルスという話、抗ウイルス製品というのは世の中にあふれかえっている状況ではあるんですが、皆様もご存知の方も多いかもしれませんが、改めてですが、抗菌、防カビ、一体何が違うんだろうということで、本当に、かいつまんでご説明していただきます。抗菌というものはですね、あくまでこれは製品表面、表面で、本当にざっくり考えていただくと、テーブルであるとか、まな板であるとか、板状のものの表面における、これは細菌です。細菌の増殖を抑制することを抗菌と呼びます。続いて、
防カビです。これは特定というのは全てのカビではなくて、ある特定のカビの生育を抑制することを、防カビというふうに、言うというふうに定めています。最後、抗ウイルスですが、これはですね、どちらかというと抗菌に近いニュアンスなんですが、製品上のというふうに言ってますが、まあ、イメージとしては製品の表面の特定のウイルス、特定のインフルエンザの特定の種類であるとか、いったことになるんですが、この数を落とす減少させること、これが定義です。ですので、防カビ剤を使ってウイルスに効きますかとかっていういろんなご質問をいただくことがあるんですが、あくまで、抗ウイルスに効くものは抗ウイルス剤を使うのが正しくてですね、防カビはまあ別の用途で、薬剤を選んでいただくというのが本来正しい姿でございます。もうちょっと話を次元を下げてですね、そんなこと知ってるよというふうにおっしゃる方もいるかもしれませんが、少々お付き合いいただければと思います。この微生物っていうのがどこになるんだというところなんですが、まあ、当然ここに大きく枠組み書いた通りですね、大きくは生物というこのカテゴリーですね、この中の、まあ、動物や植物、まあ、我々動物ですし、まあ、その辺そこら辺に植物、木は植物なんですが、この中でですね、まあ、肉眼では分からない、見えないものというのが当然おりまして、これらをまとめて微生物と呼んでいます。でこの中に、まあ、今回主題にある、まあ、真菌、カビですね、ここも含まれていて、同じカテゴリーで細菌という、まあ、いわゆる、まあ、菌と皆さん呼んでいるものが存在しています。じゃあウイルスはどうなんだっていうとですね、実はですね、この生物の、まあ、枠から外れた形でして、まあ、生物というのは自分たちで栄養を取り込んで、まあ、代謝といって、まあ、栄養をまあ使ってですね、自分の力で生きることができるんですが、ウイルスにはですね、その能力がないものですので、まあ、論争はありますが、まあ、私どもの見解としてはウイルスはあくまで生物ではなくて、ものというふうに理解をしております。あくまでウイルスが例えば特定の細菌にくっついたことによって、まあ、悪さするであるとか、まあ、いいこともあるんですが、そういったことが起こりますのでウイルス単独では生きられないということを、まあ、頭の中に入れていただけるとよろしいかと思います。先ほどご説明しています細菌とカビのお話について、まあ、大きさなりその特徴をご説明したいと思います。細菌とカビ、まあ、そもそも何が一番違うのか、そもそも大きさが、全然異なるものです。細菌というのはですね、髪の毛の、まあ、さらに小さいものになりまして、だいたい1から10マイクロというサイズです。まあ、1から10とか来ましたが、実際私どもやってますと、だいたい1とか2とかそういう単位で10マイクロの細菌が出ることはほとんどない。逆にカビですと、胞子1個、胞子という、まあ、カビの一番小さい単位なんですが、これは10マイクロぐらいですが、胞子が集まったものですと100マイクロを超えるものが多数ございます。そういう違いがありまして、100マイクロというと 0.1 ミリですので、まあ、カビかなというふうに目で見て分かるレベルの大きさですね。これがカビです。あともう一つ大きな違いを言いますと、細菌というのはですね、培養期間、まあ、生える時間がですね、比較的早いもの、まあ、大体1日ないしは2日で細菌は培養して、十分な量に増えます。一方ですが、カビは5日間かかります。この5日間というのはですね、あくまで理想条件で、まあ、湿度が高くて栄養源が多いところでの生え方で5日ですので、まあ、例えば今回のような図書館の書庫のような場所ですと1ヶ月とかそういうスパンでカビが出てくることが十分あり得るというものになります。まあ、ちょっと余談ですが、カビというのはですね、かなり忘れた頃にやってくると私いつも申し上げておりまして、よくあるのがですね、まあ、これから寒くなりますと、まあ、みかんを箱で買ったりされることを見ると思うんですが、みかんを置いておくとですね、なぜかわからないけど1ヶ月ぐらいするとどこかでカビてるというような、まあ、本当に忘れた頃に出てくるのがカビだということです。逆に最近はですね、忘れた頃に出てくることはありませんでして、1日とか2日とかかなり短いスパンで菌が増えて、まあ、食中毒なりなんなり影響することが多いという特徴があります。
一番下にちょっと、まあ、重複になるかもしれませんが、まとめておりますが、微生物が生き延びるために必要な要素ということで、こちらにあります通り温度ですね、当然、ある程度の温度帯がないと入りませんし、先ほどお説明ありましたように水分ですね、湿度、適当な湿度がないと入れませんし、あとは栄養源ですね。ただ栄養源と書きましたが、これは本当に、いわゆるタンパク質が必要とかそういうことではなくてですね、カビの場合は無機塩だけでも入られたりとかしますので、いずれにしても図書館のような場所というのは温度も水分も栄養源もかなり豊富にある場所というふうにご理解をいただきたいと思っております。ですのでカビの障害が起こったり問題が起こるということがいろいろとも、問題が起こるのが対策が必要ということになろうかと思います。ちょっと簡単ですが、ここで、これは、カビの、例ですね、ご覧いただければと思います。左側がこれが、シャーレといって培養した写真です。いわゆる見た目そのものですね。で右側が、顕微鏡で、撮影した写真になります。代表的な例の一つでですね、麹カビ、アスペルギルスというカビがあるんですが、こちらの写真ですが、これですと本当に黒麹カビというだけあって、黒い、これは、ポツポツ粒が出ます。で、この綿帽子みたいなのがこの麹カビの特徴でして、この綿の部分1個がだいたい100から200マイクロぐらいの大きさになっています。続いてもう1個例としてカビの例をご覧いただきますが、こちらがクラドスポリウムという、いわゆる一般には黒カビと言われていましてですね、よく浴室とかエアコンの吹き出し口に黒い何かこうベタベタのがついている、あの油っぽいというかですね、取れないような黒ずみみたいなものが出る場合があるんです。これの代表例がこちらになります。これですね、実際こうやって顕微鏡で見ますとかなりこう一個一個の粒が小さくてですね、こう何でしょう、斑点のようなもうあのようなこう花が咲いたような綺麗な状態なんですが、結構悪さをしましてですね、薬剤も効かせるのが大変というような特徴がございます。ではちょっともうちょっと話を深く見ましてですね、防腐防カビ剤という観点でじゃあ殺すにはどうしたらいいんだろうということで、ちょっと考えてみたいと思います。生物を殺すのに有効な素材ってどんなものがあるか、皆さんいろんなものが世の中あふれかえってますのでご存知かもしれませんが、例えば銀、銅、亜鉛、こんなものがよく一般的には知られています。化粧品なんかですとパラベンとかですね、あとはチアゾリン、チアベンドゾールなんていうのは例えばオレンジの皮とかそういったものに使ってたりとか、そういったこれは有機系のものなんですが、ざっと言いますとこの左側に述べ上げたものが無機系の、抗菌剤、左側が有機系の薬剤になります。で、いろんな特徴ございますが、ざっくり無機系の方が安全性が高い、コストも高いという特徴があります。有機系に関してはですね、安全性は様々とありましたが、ものによっては比較的安全性に問題があるものもございます。安全なものもありますが、かなりばらつきはございます。本題である、フォーダッシュですね。先ほど来、飛田さんの方からもご説明いただいてます。フォーダッシュの点に関して、性能をちょっとご説明させていただきたいと思います。フォーダッシュの有効成分である BV4 は、有機系成分かつ安全性が高いものになるんですが、これのですね、私ども、MIC 最小発生素子濃度という測定方法があります。これはですね、数字が低ければ低いほど、効果が高くなるんですが、これを、細菌、カビで、それぞれ測定しております。比較対象にしましたのが、BV4 と、似たような用途というかですね、一般的に知られている塩化ベンザルコニウムというもの、これは化学名は長ったらしい名前ですが、おしぼりの抗菌剤なんかに使われているような薬剤になります。で、これはですね、この比較をいたしますと、BV4 でもですね、塩化ベンザルコニウムでも遜色ないぐらいの効果を持っている。で、加えてですね、最も私ども着目しているのがですね、こちらでして、カビでですね、に限ってみますと塩化ベンザルコニウムの方が高いというような結果が出ております。
ですので、カビに対しては安全性が高く、かつ有効な薬剤として BV4 はご利用いただけるものというふうに考えております。そもそも防腐防カビ剤、どういった観点で使うのかということをちょっとご紹介させていただきたいと思います。防カビ剤、というもの、まあ、BV4 もしかりなんですが、これらはですね、微生物によるトラブルを、これはあくまで未然に、カビが生えてから使うのではなくて、あらかじめ入れといて、防ぐというのが特徴です。まあ、細菌やカビが出ますと、まあカビだって分かればいいんですけど、例えば変色してしまうであるとか、匂いがするとかですね、こういったものがございますので、こういったことを防ぐために、今弊社ですとこんなサナイバッグ、サナイドールなんて商品を販売しておりますが、こういったものを展開。今回図書館なんですが、実際はですね、かなり身の回りにあるいろいろなもの、エアコンとか塗料とか紙、壁紙等々も含めてですね、さまざまなものに防腐防カビ剤というものは添加されております。防腐防カビ剤の安全性という観点からちょっとお話をさせていただきたいと思います。まず大前提としてですね、微生物を抑制するということはですね、まあ、大なり小なり人体にも影響があるということをまず申し上げます。その中でですね、当然人に影響があってもですね、使用濃度や曝露量といって使用量をコントロールすることと、これ安全性環境のバランスですね、これらのバランスを取ることで、少量を効果的に使うというのがよろしいかと思います。特にこの安全性に関して言いますと、先ほど来急性毒性なんてことが出ておりますが、蛍光毒性、吸入毒性、特に図書館なんかで噴霧いたしますと、どうしても人が吸うというリスクはありますので、吸入毒性、蛍光毒性あたりは非常に注目する必要があろうかと思います。で、安全性が高い薬剤を効果的に使うということが重要になってまいります。一応ここまでが本日のお話の主題になるんですが、私どもですね、大量にですね、防腐剤、防カビ剤を使っていただくということが良いとは思っておりまして、できるだけ特に有効性があるものを使うということ、これが重要かなと思っております。で、加えて安全性、これ、安全性の部分というのは、法規制もかなり変わってまいりましたので、その辺の部分もですね、ご使用される際には、メーカー側の方の SDS 等々の情報資料をご確認いただいた上でお使いいただくのがよろしいかと思います。最後にちょっと手前どもの紹介をさせていただきたいと思います。弊社 3ICQ ではですね、微生物の受託試験ということも受け負っております。先ほどちょっとお出ししました最小発育阻止能のような、測定以外にもですね、いわゆる抗菌性の試験であるとか、カビの試験であるとか、こういった試験を多数受託させていただきます。弊社、ですね、カビ菌の簡易キットも販売しておりまして、カビかどうかわからないというような際にですね、こういったキットをお使いいただくことで、誰でも簡単にですね、菌かカビかそうじゃないかということが分かるということでありますので、ぜひ一度ご覧いただければと思います。の方からの発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。はい、かなみさんありがとうございました。続きまして今ご紹介いただきました4ダッシュを使いまして、実際に、どのようにして作業をするのかという説明を私カルチャージャパンの新田からさせていただきます。画面の共有をさせていただきます。はい、まず、先ほどもご説明をありました4ダッシュを使って、図書館除菌システムのご案内ということでリース、こちらがまずその概要になります。まず、流れといたしましては事前にまず図書館様にご訪問させていただき、館内の衛生環境を、調査確認をさせていただきます。調査をさせていただいた上で、安全適切な除カビ防カビ施工を行います。実際にどのような作業をするのかというと、上からまず、書架の拭き取り清掃、書籍のバキューム清掃、
で書籍の拭き取り清掃で先ほど、ご案内もありました、除菌剤フォーダッシュ、噴霧による書籍の、除菌防菌施工で必要に応じた、空調機換気口の清掃及び防菌施工でそこれは先ほどあの三愛石油の風見さんから、話もありましたがこちらオプションになるんですが、施工直前直後の、拭き取りによる菌検査を行い、報告書を提出するサービスも行っております。そして定期的な菌検査及び衛生環境を維持するための各種提案をカルチャージャパンが行います。まあ、一見あの文字にしますと、単純な作業に見えるんですが、その通り、単純な作業になります。ただ、ご自分たちで作業をされるとなると、人手と時間がかなりかかってしまいますので、それをカルチャージャパンがプロの目線、プロの手際で施工をさせていただきます。それでは、実際にどのような作業をするのかを細かく説明させていただきます。まず初夏天板の拭き取り清掃になるんですが、背が高くてあまり普段、天板を見ることがないと思うんですが天板の上にはホコリ等カビ層が、たくさん乗っています。まず天板から書庫内にカビ菌等が舞うことを防ぐために上から清掃を行っていきます。ほこりには、先ほどもご説明いただきましたが、ほこりにはカビ菌が付着しやすいため、ほこりが多いところほどカビが発生しやすいです。こちらの写真は、天然パーム由来の洗剤を使用し、拭き取り清掃を行いカビの発生源可能性を一から除去している、写真になります。で書棚も同様に拭き取り清掃を行うんですが、まず、書棚には、本が配下されていると思いますので、配下されている本を一度ブックトラックなどに、移しまして、空にした状態で隅々まで、拭き取ります。でこれでですね、いくら本をきれいにしても、ほこり汚れ等が残っている書棚に戻してしまってはカビの再発につながってしまう恐れがあるからです。続いて、書棚から取り出した本の清掃工程に入ります。まず書籍のバキューム清掃になります。こちらは専用の掃除機を用いて、書籍のほこり、カビ等が付着しやすい、本の天の部分、背表紙、表紙、で裏表紙、小口、溝など一冊一冊にバキューム清掃を行っている写真でございます。こちらの作業で書籍のカビ、ほこり等は大まかほぼリセットされることになりますので一番大切な作業となってきます。で実際今掃除機を使用しているんですが、この掃除機専用掃除機は何を使っているのかといいますとそれがこちらになります。弊社では、日立三機システムまず上の写真になりますが、CVG104C これが大型のものになりまして、で下に小型のもの CVC12CT を、採用しております。こちらの掃除機には、排気部分にウルパフィルターが使われておりまして、吸い取ったカビの粒子を、書庫内に撒き散らすことを防いでくれるフィルターがついております。家庭用の掃除機ですと、せっかく吸い取ったカビ菌の粒子が排気部分から書庫内にまた再度撒き散ることとなってしまいますので、二次災害を巻き起こしてしまう可能性がすごい高くなってしまうので、こちらを使用しております。ちなみに、こちらの掃除機はクリーンルーム、博物館、美術館などで使用されているモデルとなりますので安心してカビを吸い取ることのできる機材を使って施工を行っております。続いて、書籍の拭き取り清掃をするのですがこちらはエタノールを不織布に染み込ませて、バキューム清掃後の書籍に拭き取り清掃を行っている写真になります。こちらも一冊一冊カビが付着しやすい天の部分、背表紙、表紙、裏表紙、小口溝などの部分にまたは、カビがひどい部分に、拭き取り清掃を行い、掃除機で取りきれなかったカビを、カビ菌たちにとどめを刺す役目を果たしております。そして、エタノールを使用しているんですがこちらは何を使っているかといいますとまず液剤は高濃度エタノールの 70%、80%、20-30% は水ではないかと思う方もいらっしゃると思いますが、実際にこれを使ってみると一番本を傷めにくく変色を起こしにくいことが実証済みでございます。逆に、無水のエタノールは、すぐ揮発してしまう上に変色などを引き起こして本へのダメージが大きいです。続いて、不織布は日本製紙クレシア製のワイプオールを使用しております。
こちらも数々の実証をした結果、一番毛羽立ちにくく、丈夫なため適しておりました。キムワイプやキムタオルは、毛羽立ちやすくすぐ破れてしまうため、不適でございました。テックリンは、かなり高価なため、見積もり量、作業量に響いてきてしまうので、こちらも不適でございました。で、バキューム清掃、拭き取り清掃が終わりましたら、きれいにした棚に再度配下をして、その作業をすべて書架、書棚に繰り返して、すべての書籍、書架の、カビ菌のリセットを行っていきます。そしてその作業が終えましたら、いよいよ、先ほど飛田さん、風見さんより、ご説明いただきました、フォーダッシュの噴霧作業となります。こちらはフォーダッシュの噴霧作業の写真なんですが、写真のように、清掃を終えた書架、書籍に隙間を空けながら一冊前、書架、空間、そして床面、空調周りなど書架全体にフォーダッシュが行き渡るように噴霧をします。ちなみにこちらは、先ほど、フォーダッシュの説明をしていただきました無菌犬の飛田さんが噴霧をしている写真になります。じゃあ実際にどのような機材を使って施工をしているのかといいますと、それがこちらです。エアーコンプレッサーにエアーミスティノズルを使用したスプレーガンで施工を行っております。超低圧で粒子が10ミクロン程度、より霧に近い粒子で均一に噴霧できるため、本が濡れることなく仕上がります。こちらの作業も、書籍のダメージ、変色などを引き起こしてしまう事例は今までに一度もございません。安心、安全、書籍、書架全体の除カビ、防カビ、除ウイルスをする作業となります。そして、その他必要に応じて、空調機のフィルター、空調機吹き出し口、床面の掃除をして仕上げていきます。はい、こちらは、オプションになるんですが、先ほど三愛石油さんの、ご紹介にもありましたカビ検査になるんですが、施工、直前直後で書棚より、専用綿棒で検体を採取いたしまして、カビ菌数を、報告書として、ご提出できるサービスとなっております。まあ、実際には、作業前にカビ菌がこのぐらいいたけど、作業後にはカビ菌がこのぐらいまで減ったというのを数値化して、報告書としてお出しできるサービスとなっております。直後だけでなく、施工後3ヶ月など、再度カビ菌検査を行って、カビ菌数の経過を確認し、今後の対策としてご提案するサービスも行っております。こちらで、作業工程としてすべて完了なんですが、まあ、この工程をすべて踏めば、書籍、書架のカビはリセットされたも同然なのですが、環境次第ではカビ菌が再発してしまい、またカビが生えてしまったなんてことは結構あります。せっかく予算をかけて掃除をしたのに、再発リスクがあります。そこで、ここまでやれば満点というご提案を PS 工業の勅使河原さんにお願いしたいと思います。それでは勅使河原さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。私 PS 工業株式会社の勅使河原と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。図書館の健康診断と題してご案内申し上げます。私たち人は定期的に健康診断をします。健康を維持するために予防という観点から診断を行っております。図書館ではカビの発生、虫食い、日焼け、温度の影響など健康を害してしまうようなことを受けることもあると思われます。そこで図書館でも健康診断が必要ではないでしょうか。まず、私ども温度と湿度の専門企業です。その観点から今回の健康診断についてご案内いたします。まず、日本の湿度を知っていますか。日本はこのように
気候が区分されます。日本は東西、南北に細長く、その温度、湿度、日射、それから降雨量、それぞれ異なります。室内の環境にはその地域の、気候や風土、そのようなものが影響してまいりますので、そのあたりを考慮したいと考えております。その中で絶対湿度についてご案内いたします。こちらのグラフは横軸に1月から12月、縦軸に絶対湿度の量です。今回、5箇所の都市、札幌、盛岡、新潟、東京、熊本が、ご案内しております。このように、それぞれ、少々水分量が異なってきます。我々が温湿度計で見ている湿度とは相対湿度、単位はパーセントです。一方、こちらの絶対湿度、ここは、単位がグラムパーキログラムで、空気1立方メートルあたりの体積の中に含まれている水分の量を表します。今提示しました、帯の部分、こちらは絶対湿度の量としては7グラムから11グラムになります。このあたりの気候は、本にとって健康な室内環境の水分になっております。一方、赤のラインを超えますと除湿が必要な気候です。それぞれの地域によっての違いをご案内いたします。札幌は期間としては7月から8月、約1から2ヶ月。またその期間の水分量というのは突出して多いわけではございません。次に熊本。期間は5月入ってから9月の末、約5ヶ月から半年間。またその水分量というのは突出して多いです。このように地域によって考えていくっていう必要があると思います。また下限7グラム以下は乾燥する時期です。本のひび割れ、それから紙の縮み、そのような、室内の環境に陥ってしまいます。以上のことから湿度の管理といったことが健康診断の一つ目として、ご案内いたします。次に温度の安定です。室温が1度下がると相対湿度は 3% 上がります。逆に室温が1度上がると相対湿度は 3% 下がります。このように温度が変化するとするだけ相対湿度も変化してしまいます。また壁面が冷えると結露もします。よって室内はできる限り安定した温度管理が重要になります。そして室内の環境を把握したい。窓面からの外気の流入があるかないか。壁、窓、冷えると結露します。日射による温度の変化がありませんか。湿度も同様に変化します。そして室内、壁際、空気の停滞がありませんか。このように温度の安定、そして空気の流れというものも診断する必要がございます。次にその換気必要ですか。ご覧のイメージ図は、外の空気の水分量が多いとき、換気をすることによって室内の空気の水分も高まります。
新型コロナウイルスの状況下で厚生労働省から窓開けまたは機械換気というのを感染予防のために推奨しております。換気は人のためには必要です。よって人がいるときは換気をする必要性はありますが、夜間人がいないときは換気をしなくてもいいという考え方ができます。また厚生労働省から窓開け換気、機械換気による暑い寒いまたは空調エネルギーがかかる等々の件も回避する一つに、二酸化炭素濃度計で室内が 1000ppm 以下であれば換気としては OK という考え方も指針としては出ております。最近では二酸化炭素濃度計も安価に販売をしておりますので、そのような計測をすることでその換気の必要性または仕方といったことが診断できます。換気の見直しを4番目にご案内します。次に温湿度計の寿命です。温湿度計は経年劣化します。メーカーによると1年から5年、そのあたりでだんだん正確性というのが、劣化してくると言われております。皆様お使いになっている温湿度計は5年以上お使いになられていませんか？なられている場合には、正確な温湿度計と照らし合わせてその数字に差がないか確認が必要だと思います。以上、まず健康診断として安定した湿度の管理ができているか否か、温度の管理の進め、これは空調機の運転方法などです。適切な換気ができているか、書物のための空気の流れはありますか、そして温湿度計の構成を行っていますか、といった内容で健康診断をしていくべきだと考えております。最後にこちらは博物館の貴重書庫になります。この書庫内は湿度が一年中ある程度の安定した環境ができております。実は右側の縦にあるこちらの機械が加湿と除湿を1台で行います。除湿しなければいけない時期、カビが生えてしまう時期は除湿、乾燥する時期は加湿という運転で室内の空気の湿度環境というのを安定化させ、ここに入っている書物の健康の維持の一つとして運転をしております。できることならばこのような湿度を安定させるという形もご検討いただけるとよろしいかと思います。以上、健康診断についてご案内申し上げました。ありがとうございました。新田さんにお戻しいたします。勅使河原さん、ありがとうございました。以上で、フォーラムの内容はすべてになるのですが、ここから質疑応答に移らさせていただきたいと思います。まず、除湿機の現物が見たいのですが、どこかで見れる場所はございますかという質問が来ているのですが、こちらはPS 工業、勅使河原さんに、お答えいただければなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。弊社の情報センター、東京の杉並区に、
位置しておりまして、そちらの方で機器の方はご案内できるようにしております。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう、こちら、除菌作業は小ロットからでも、できますかという質問が出て、これは私から、お答えさせていただきます。まあ、ケースにもよるんですが、あまりにも少ないようでしたら、弊社の方に、何冊か送っていただきまして、除菌をして、宅配便でお戻しするというサービスも行っております。まあ、ケースによってそれがもう持ち出せないというのであれば、実際にお伺いして、除菌をさせていただこうとことも可能でございます。はい、じゃあすいません、少しお時間になってしまいましたので、ここで、当フォーラムをお開きにさせていただきたいと思います。終了後にご登録いただいたアドレスに私の方から、アンケートと、お問い合わせ窓口の、アドレス等々をお送りいたしますので、そこにご回答いただけたらと思います。そして、アンケートにお答えいただいた、方5名様に、今日ご紹介ありました、フォーダッシュのスプレータイプ、を、プレゼントさせていただきたいと思います。皆様、ふるってご回答の方をお待ちしております。本日はご清聴ありがとうございました。